さあ、ということで、皆さん、こんにちは、のっとでございます。はい、ということで、今回も、このペンギンのね、ダックスを、ペンギン版ダックスをやっていきたいと思います。 ザ・ペンギン・なんたら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 ってやつね、やっていきます。えー、これね、前回も言った通り全部ね、えー、英語ということで、まあ、前回の動画見ていただいたらわかると思うんですけども、一応翻訳してね、えー、字幕みたいな形で付けてはいるんですけども、ちょ、今回もつけるかどうかわかんないわ。な編集がすごい大変だったんで、ちょっとつけるかどうかわかんないですね。とりあえず前回ね、お姫様助けましたよと。なんから忍者マスターとかシャチとかね、まあ、激戦だったんですけど、 はい、ということで、えー、話を聞いてみましょう。あ、動かすのちょっとん、この動かせるの何なの意味わかんねえ。なんか、この人の娘みたいになっちゃったけど、ペングレンだっけまあ、いっか。この人の試練、あ、<laughs> お前ら、あの、体感がなさすぎなんじゃ。あ <laughs> なあ、な、な、ビリヤードこれ。まあ、いいや、もう。ええー、と、 えっと、こいつはあの王様ね。はい。あなたは本当に娘を救ってくれました。どうもありがとう。本当に娘を救ってくれました。どうもありがとう。あれあ、そっか。ここにカーソル合わしとかないとこれ話し進まないんだ。実は心配していたんです。予言ではあなたは選ばれたものだと言われていますが、 無実のペンギンをそのような危険にさらすのは本当に正しいことだったのでしょうか無実っていうのは何だろう別に一般人、一般人を巻き込んでしまったことにってことか。俺がなんかバットを、伝説のバットを引いてしまったがために。なんか選ばれてしまったけどね。でもあなたは堂々と試練を乗り越えて武士に帰ってきました。その予言は真実でした。そう。ペンギンにはまだ希望があるのです。 あなたはこの武器に値する、受け入れてください。えまた新しい武器え鉄、鉄か鉄バット鉄バットだ。金属バットってことかペンギンの頭職人、アイアンペンが次の試練を用意してくれたに違いない。選ばれた方、頑張ってください。ってことは、アイ、アイアンってあの、あれか、後ろ、左側にいるやつか ああ、これで進めると。お嬢様、話し,し,しゃべられないのちょ、もう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 、どっか行けよ、お前もう、おんま。あ、こいつだ。あアイアンペン、えー。人間の領土の真ん中でお姫様を救出して、そして砂漠でもあなたのスキルは素晴らしいです。意味がわからん。意味がわからんけど、なんとか理解してほしい。 でも、私があなたに託している仕事は同じくらい危険です。危険です。信じられますかで上に書いてあることはさっき聞いてきたことなんですよね。私があなたに任せている仕事はとても危険です。危険です。信じてもいいですかと。まあ、俺に託す仕事は危険ですけども、大丈夫ですかって聞いてるんだと思う。で、答え的には、あなたは私に頼っていい。もちろんできます。もうどっちもあの、答えなんだよね。どっちもはいなんだよね。 イエスかはいかっていう <laughs>。この選択なんだよなはいはい。はいはい。何これ。はいはい。ファイヤーピースについて知ってますか何ファイヤーピースって。知るかえー、火の平和ピースって確かに平和だよな。直訳すると。火の平和って何 ああ、彼らはね、人間ですが、彼らは人間を守るために戦う集団です。ど、動物。はい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 。彼らも私たちと一緒に働いています。これは、情報です。彼らはこの時間を私に送ってくれました。それはさ、と彼は言った。あのね、人類はついについに成功した。氷の、 再反応炉の開発に成功したんだ。意味がわからん。今回のあの、この Google 翻訳調子が悪いのかな <laughs> あー、氷炉。氷炉、氷炉ってなんだ氷を作り出すってことか。簡単に言うと、これは何でもフリーズできるデバイスです。E は大量の冷気を排出できると言われています。E って何 ファイヤーピースは氷が反応する原子炉が隠されている研究所を見つけました。二度、二番目のトライアルはこのデバイスを持ってきてください。デバイスです。あー、トライアル、二番目のトライアル。ペングレンの次だから、二番目のト,トライアルってことか。えっ、ー、と、南極復興には欠かさない装置です。任せなさい。なんか任せなさいってなんか、超偉そうになってるけど。いい <laughs> 超偉そうなんだけど。無理しないでください。自分自身を押しすぎないでください。ああ、大変です。そして自分自身を大事にしてください。これなんか、あーてんてんてんとか、えーてんてんてんとかさ、要はなんか、はーとかえーとかなんか日本語では言うんだろうけども、訳すとなんかおかしくなっちゃうんだよね。バット持ってきてくださいでもな、ね、ここで変えるんだ。 これこれこれ。これで、これだ。んちゃうな。あ、これだ。なるほど。こいつの能力は、アイアンバット伝説のヒーローペンギンが愛用していたコンボ。ペンギン帝国国宝第1号。入手方法は皇帝ペンギン皇帝の試練パス。えー、武器スキルはヒーロースマッシュ。前方にジャンプして突進し、バットを叩きつけ、つける。 スタック系スキル。最大3スタック。んスタック系ってことはな、3回ぐらいはいけるってことか。効果時間、クールタイムは、んクールタイムじゃないな、これ。スタック充電時間は24秒か。あこれにすればいいんだよね。オッケー。ん装備できたあれ装備してないな。装備してくださいよ。これこれこれ。 これこれこれ、これこれ。あ、チェンジこれか。これで、OK。今度はこの武器でいこう。ペングレにもらった武器も使ってみたいんだけどね。よーし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 。これを持ってってこいつに挑むってことか。なんか後ろに構えてたんだけども、らい、後ろの方にいたな、こいつら。いや、こいつじゃないらしいな。ど、どうすいいんだ。 王に話せばいいのかいやーやっぱあれだね、アイアンペン。アイアンペンっていうのはこの後ろの人だね。次の試練を用意してくれましたって言ってるんだけど、全然、反応せや、これ OK。こっちに行くのかいや、正面か。正面に行けば、新たなルートが開拓されるんじゃない えい,い場所変わってるやんけ。シャチだ、かわいい。はーい。あ、なんか、目みたいに見える。はい。I think I'm travel? 移動しますかみたいな感じ。閉じ込められていると思いますかえ <laughs> これより南極の海は再び安全になります。すぐに終わらせて手伝いに行きます。 ははははは。<笑>,笑っとるわ。なんて面白い冗談でしょう、友達。前回友達になったんですよね。もう機械兵器シャチ。手伝ってくれますかどうせ帰るときは私に乗らなきゃいけないんだよ。確かにそうなんだけどよ。そんなことを言わなくていいじゃん。てか、めちゃくちゃ汗るけどあんた大丈夫かオ <laughs> ーシャンガード。かっこいい名前だよ。新たな試練。もう感度が良すぎんだ、このシテとな、なんで、ああれ、あれ。あれ 腰振りじいさんこ、違う、水落ちても大丈夫あ、大丈夫だ。この高さは。いけるみたい。ちょ、上がれない。<laughs> 上がれまへんけど。あファイア、あ、ファイアーピース。人間じゃん。かっこいいペンギン。あなたは私たちを救うためにここにいます。ファイアーペンスクルー。 ファイヤー、ファイ、ファイヤーペンスクール。鉄なんちゃらのものですよねえ。アイアンペンのものですよねってことか。さっきの人のものですよね使いですよねってことか。えー、っとですね。あなたは過激派動物愛護団体のファイヤーピースですかえぇ、ー、氷路を探しに来ました。氷路だよねえー、アイアンペンに場所を教えた。 兵炉は非常に危険なハイテク装置であり、この中に保管されています。極,極秘、極秘の域、極秘の場所と。<laughs> なんで、な、どうなってんのお前、ほんまに。遊んでんじゃねえぞ。ドック・オバ・ザー。あれを見てください、男が。向こうを見て。大変なことになっとるな。兵炉を奪うために乗、乗組員を投入しましたが、全員が、え、到着しました。 なぜその踊り壁にあるその武器やバリスタで巨大なスパイクの矢を発射します。それは私たちの船を全て破壊しました。近づくこともできません。バリスタに当たったら誰でも一撃です。この踊りは流行ってんのこの草を辿っていくと縄文が見えてきます。中には氷の炉が隠された研究室があります。 えなんかやばそうなやつがいる。とかめっちゃて敵いるな。弓に剣に、なんか真ん中のやつはなんかボスみたいな感じかな。門を開けるには炎の魔術師を捕まえる必要があります。彼は鍵を持っている必要があります。まあ、鍵を持ってるってことね、こいつが。こいつね、これ。なんか、まあは、腹の中がスパイダーマンっぽく見えるわ。腹の、なんか門音がスパイダーマンに見える。透明からは。実はスパイダーマンか。 情報によれば、かなりの数の警備員がいるそうです。気をつけてください。クールペンギン。了解。任しとき。一応灯火炊いて、灯し日大抵。ここで、復活可能だからね。まあ別に、このバット、あの、そういえばね、このゲーム課金要素あってね、この、これあるじゃん、これ。ゴッドバット。これ課金要素らしいわ。ははは。 120円だったかな <laughs> ?120 円で最強のバットが手に入るらしいよ。多分、クリアするのもイージーになってくるんだろう。うわぁ、すげ <laughs> <laughs> あいやもう、オーバーキルだよ、お前ら。なるほど、近づけないんだ。あそこに行ってなんか話そうと思ったんだけどな。あー、回避がなー ドラゴンテンプル。わぁ、いろいろいるなぁ。えなになに ?Welcome you have come to なんたら。ようこそあなたは瞑想しに来ました。ドラゴンヘッド文句って書いてある。ドラゴンヘッド。ハゲってことか。瞑想とは静かに目を閉じて何も考えずに過ごすことです。 心をクリアにし、より高いレベルに到達するための知恵を得ることができます。ぜひ、一度私のレッスンを体験してみてください。あ、強制か。はいとかいいえとかないんだ。あ。あ、なんか体力が上がってるような。座禅を組んで。みんな裸、ええいい何、いいって。 うーん、頭の中にたくさん考えがあります。あ、じゃ、邪念があるってことね。悟りを開くにはもう少し修行が必要なようですが。戻ってきたらもう一度教えてあげます。ちょ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 。頼むわ、じゃあ。頼む、頼む、頼む。E ボタンを押すなんて聞いてなかったから、もう一度瞑想の実践を教えてもらえませんか。お願いします。準備できました。 よし今度は E ボタンねどこで何を押せばいいのか分かんないなんか魚転がってんだよねペンギンだけ映せばいいのになんでこのハゲばっか映すのこのラプトルみたいなやつ何なのこのさあれも気になるしなああさあやっていこうかなるほどなんか白い部分ゲージの白い部分にちょうどよく E ボタンを押すってことが 任せとけ。あぶ危ねえい <laughs> ったじゃねんじゃね。考えない。いろいろ考えんな。なんか危ない危ない。ギリ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 。寝てるおっさんのこともか、気にすんな。最初の方、振り切ったら最悪だな。このゲージを全部貯めれば、主教完了だ。なるほど。OK。あラ、ラプトルいない。あ、いるわ <laughs>。 普通にいた。どこで来るかか分かんないからさ。いや、脇に汗,が汗かくわ、脇に汗。<laughs> くつろぐな、お前。こっちは瞑想しと,しとるんだから。なんでこれ、ハゲ映すのハゲになんか面白いこと起こるああ、OKOK、まあ。理解すればいいけど。 でも、失敗したくないなおっさんパート。カモン。もう少しで終わる。うわぁ、じゃあもよし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 、来た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 。もう少しで緑のゲージが溜まるよ。いや、失敗したくねぇ。あと一回か。この感じ。 行ったわ。危ねえ。OK, OK, クリアしたよ。完全まさに神の領域ですね。俺の瞑想は神の領域らしい。この武器をここに持ってきてください。そのもののみが使用できる伝説の秘宝、悟りを獲得した人たち。<laughs> 新しい武器ゲットしちゃったんですけど。<laughs> まあいいや。 まあ、とりあえず、これで行こうよ。来い来い来い。こい、じゃあ。ほらオッケーオッケー。よしよしよし。ひるむひるむひるむ。一匹ずつ来いや。え、なんでこいつ動かんの <laughs> 弱っ。弓はやばいか。あ、一匹ずつ来るか。OK! か、じゃあこかして。 あ、待て待て待て待もって。リーチ長いから、オッケーオッケーオッケー。一匹ずつ、一匹ずつ来い。一匹ずつ来い。一匹、こけす。え、いた。へいや、へいや、ヘいや、へヘや,や、オッケー。こういう雑魚的が,が来る。なんで動かんねん、お前。<laughs> やる気あんのか、お前。それじゃ俺に勝てんぞ。い,いや、これでも、死んだら、 元に戻っちゃうんだよなぁ、弓。何しよんね内何しよんねお前。どこ見とんねん、お前。<laughs> バカなんか。んこっち側でいいのかいや、なんか高いとこが落ちたら死ぬんでしょ。ダークソウルだとそうだもんね。この感度の良さは何とかしてほしいんだよなぁ。うぅ、シュ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 。 オッケー。お前、okay, okay, okay. okay.、なめてもんやん。オッケー。で、弓兵う1匹ずつ来い。1匹ずつ1匹ずつ来い。チェロ。チェラー <laughs>。なんか高いんだよ。声がお前ら。もっと低い声想定するやん、ね。チェーって。じゃ全然当たんね。えし、あかんかんかん。そんなに多くは聞いてない。よし、コカスは問題ないな。このこかしが強すぎる。 マジであとは女の人だけ。い、よい。最後取って、ペシンと。オッケーそんなんじゃま、言及よ。うわ、お持ってる。こいつは人、うわ、硬いわ。中ボス。しかも、避ける。はしてくる。うわ、ちょっと強い感じだね。あか、あ、今までの敵とはちょっと違うってことか。 なるほど。ふいふいふい。関係ないな。オッケー。連続で攻撃して。オッケー。回避して。畳みかける。オッケー。あ当たったあ、来た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 。オッケー。ちょっとこいつ強かったね。骨、骨があったわ。今までのやつに比べたら。見えてないんか、お前。<laughs> 見えてないんか、いって。え、見えてないんか、いって。<laughs> ため攻撃がマジ強えんだよ、このゲーム。おぉ、こっちでいいわかんねえ。あ、落ちちゃった。あ、ダメージは食らわなさそう。ダークソウルだってあれでしん、うぅ、いるな。あ、こっちが正規か。こい。内しょんねん。緒しょんの、ね、お前。なんで動かんの、こいつら。

オッケーオッケー。こいつを倒す。まず倒す。オッケーこいつを倒す。ちょちょちょ。まずお前倒す。一匹倒す。何これあ、火の魔法がいんのか。あがっ、あ、強い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 。マグロ食って、これマグロね。ちゃんと剣出さないといけない。あ、クソ避けた。 その過労なステップ押し、あかん、かん、やばい。あぶれやぶあれ展開してるとやばい。あかん。オッケーナイス近くに行くと。オッケーオッケーあかんあかん回避してたつもりなんだけど。どオッケーこれが強すぎる。近づいてこれ。 畳みかけるよしナイスえ女の人も、えもう役,に役に立たんやつは、ショッス。っ <laughs> え中間おお、こいつのアビリティまだ使ってないから、まだこれでいっか。まあ一応セーブ。まあセーブ書いたと思うけど、これでいっか。ここか、死んでもここからやり直せる。あ マグロ復活してるな、これ。斧の術師倒したけど、これもうボス戦じゃん、明らかに。なんか出てくるっしょ。機械みたいに出てくんな、これな。なんか、急に毛色が違うやつだてきた今までなんか、普通に兵士とかだったのに。弓兵とか、槍兵とか、斧兵とか。 ああ、いや。なんたらマーク2。アイアムサバイバーウォーリア r マーク2。でかい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 。やばいやばいやばい。なんだこれ <laughs>。あそこに来たみたい。Z で。あジャンプ切りだこれ。なるほど。ジャンプ切りか。やば。ジャンプ切りだったら。

さあもう普通のバットにするわ普通のバットの方がいいと思う強化攻撃いたからね普通のバットはいた10ぐらったら終わりってことねなるほどペングレンの時のさ回転切りみたいにさ一回はまってもうたらもう無理なんだ OKOKOK いた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 マグロがあるとはいえねあんまりあれしない方がいいわあもうちょちょちょち グッさあちょっとこれはもうシャチとはレベルが違うなシャチは足場がもう大変だだけあってそんなに強くなかったからね <laughs> でもこれ高騰これしとくかこの一定時間このこぎ力上がるっていう突進系あ23回突進するよしオッケー この時にダメージ与えてオッケー、オッケー、オッケー、ナイスオ o k オッケ,ーオッケー銃撃ってくるときは避けるこれで避ければいいこれで避ければいいちょっとこうやって避けんのこれいやーあれか走るのか単純に走って避けるって感じし,し,し,してるよね多分ねよし俺は抜く コントローラーの時さ、Z ボタン出せら,出せられないんだよね。腰、だいぶ痛いな。OK、OK。OK。OK。ッケーってきた時は走る。いや小さくなる系のやつか。うわ、転移系か。なんの問題もない。なんの問題もない。銃ってきたら走る。これだ、これだ、これだ。なるほど。 避ける OK、さっきよりうまくいってる回避しがちだけど違う下のゲージ下のゲージ赤い赤いゲージの下にあると思うんだけどこれを減らすとスタンスすんだよね OK 畳みかける Z いけるふい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 もう無理に行く 無理に行くちなみに銃食らったらもう一発だからそれだけ気にしながらだえっ何 ?50% ダメージ食らいましたよって自命の主題についての議論意味が分からんうんうんここから2回戦だよってうー <laughs> 兄弟になんかエヴァンゲリオンみたい <laughs> なんかエヴァンゲリオンみたいになってる こっから本番か。来た、オッケーオッケーオッケーこいつの攻撃は銃だけ気にす大丈夫なんで何そのクロワガットの攻撃やばいやばいやばいや,ばいやばいオッケー、ナイスこれスタミナちょ回復させよういつあれしてくるかわかんないマグロがあと2個あるとはいえね 銃は使ってこないのかなちょ食うかうわ普通に何何何この範囲わかんあああの範囲にいたら死んでたかもいや距離飛んだ危ね危ねオッケーオッケー下のこのスタンゲージ貯めてスタンゲージっていうかよしよし畳みかけるオッケー ナイス。マグロもっかるよ。配布ができるよ。よし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 。オッケースタンできる、できるはず。じゃあ、ここで Z 攻撃。ここで畳みかける。よしご、ご利用しオッケーあかん。ご利用し、ごリ押し、ごリ押し、ごリ押し。ご利用した 超ゴリ押し。こいつかっこよかったな、でもな。忍者マスターみたいな顔してるけど。よう見たら。ええ転移してきた。なんだあれあの白いの。あんなん今まであったっけまあ、一応、セーブかまして。OK。 うん。いやー、強かったけど。これ何なんだこれリード何これ墓は先だ。ああああ,あ,あダークソウル系って死んだ人がメッセージ残せるんだよね。それか。 走ってみたこれ。んこいつに話すわけでも。あ、こっちか。私は私は嬉しいです。あなたが無事で帰ってきてくれて。結構危なかったけどな。水路、え、氷炉ここにあります。それはどうするつもりですか氷炉はここにあります。これでどこでもどこでも氷を作ることができます。 私は以前に設計された武器を持っています。私はそれを作るつもりです。賢者として私は試練に合格したあなたにご褒美をあげるべきです。うん、くれよ。何くれんだよ。その中でっかい腕か。これはなんか工房に必要なやつなんかな。それは私が自分で作ったものです。<laughs> フロスティーバット。氷系のバットやね、これ。 そうですね、プロの予言によればあなたは真実の彼として目覚めるために4人の賢者の試練を完了しなければなりませんヒーロー、まあ、英雄ってことね3番目の裁判は第3賢者の責任者であるペペンギンによって行われますペペンギンではもういいよ気をつけて気をつけて彼は私たちとは少し違う意見を持っているようです あ、んまり俺たちの、俺のことを信用してないって感じか。あんまり友好的ではないみたいな。ケチョンケチョンにしてやるよ。意見が違う彼はもう一度戦うことか。うん。人間が解決策ではないと考えているようです。ああ。人類と戦うっていう選択ではない方法があるかもしんないと。しかし、人間は私たちの家を破壊したのではありませんか。 あんまり恨んではないってことなんかないや、恨んではいるけど、戦いで解決する以外の方法があるんじゃないかって提示してるってことか。あなたはその通りです。それに人間もまた、私たちが今住んでるん、う移植地はもともとは人間だったと主張しています。土地。私たちが抵抗しようが抵抗しないか彼は止まらない。しかし、 ペンギンは人類と再び戦うことはペンギンの滅亡を早めるだけだと考えているようだ。要は仕返しが来る可能性があるからね。俺たちが仕返して復讐しようとするけども、その仕返しがまだ来たらもうペンギンは終わるっていう。彼はきっと怖がっているに違いない。私たちは彼は。 なんたらとの紛争があったとはと時はいつでも最前線で戦ったペンギンです。過去の人間。何か理由があるんでしょうか、まああ、臆病ではないってことか。全然今、前線戦ってきたものだから、怖いとは思ってないらしいんだけど、ちょっと、気持ちの変化がどっかであったみたい。とにかく、とにかくペン,ペン,ペンギーは私、ヴィラ、村の墓に、墓地にいます。 ああ、村の墓地。あ、この先俺が役に立つってことか。墓地ってさ、あ、あれじゃねなんか、ここに乗ってた人だろここの上に乗ってたさ、なんか、侍っぽいやつ。あれ、女王様は相変わらず軽いな、お前らな。 見た目が俺とそっくり。あ、そうか、そうか、便宜だもんね。はい。ということで、あの <laughs>、この続き、次回やろっか。まあ、前回に比べて、ボスが1体しかいなかった。まあ、強かった強かったけど、なんとか対策できてね。やっぱこの、スタンダードバッ、バットが強いのよ。この火のエンチャントがマジ火力底上げだから40、40%上げるからね。 超強いんだよね。だからもう力でこリ押しで、なんとかいけ,いけるっていう。はい。ということで今回はここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。